皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。BTS の日本ファーストアルバム、Wake Up がアナログ化され、12月25日にリリースされる。動画、Wake Up、リスニングパーティーオン YouTube2024、谷県、Wake Up は2014年12月24日のクリスマスイブにリリースされたアルバム。No More Dream ジャパニーズバージョン、Boy in Love ジャパニーズバージョン、 といったシングル曲に加え、日本オリジナル曲や日本語曲のアナザーバージョンなど計13曲が収録されている。オリジナルの発売から10年後のクリスマスに発売されるアナログ版はクリアバイナル仕様で、CD と同様の13曲が LP2 枚にわたり収められる。またアナログのリリースを記念し、明日6月20日に10時、日本時間より、 ウェイクアップのリスニングパーティが YouTube でプレミア公開される。なおメンバーの番組出演は予定されていない。BTS、ウェイクアップ、アナログ収録曲1、イントロ、02、ザスターズ03ドット、ジャンプジャパニーズバージョン04、デンジャージャパニーズバージョン05、ボーイ・イン・ラブジャパニーズバージョン06、ジャスト・ワンデージャパニーズバージョン、エクステンデッド07、 いいね、ゼロ八いいね、プラチナ、2、あの場所で、ゼロ九ノーモアドリームジャパニーズバージョンテン進撃の防弾ジャパニーズバージョンイレ11、NO ジャパニーズバージョン十二ウェイクアップ13、アウトロ、BTS、ウェイクアップ、リスニングパーティーオン YouTube2024 配信日時、2024年6月20日、木曜日、20時、メンバーの出演なし、 どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。